さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りましょう。僕も学校行くったら行く、ダメったらダメ、行くダメ、行くダメ。俺の名前は結城大河。なんてことない、ただの平凡な男子高校生さ。そしてこいつが弟の翔太。最近なんだか余計にませてきてんだよな。翔太、お前が出てくる回の時なんだかいつもよりやたらエロい気がするんだよ。ガキのくせに調子のんじゃねえよ。ふん、兄ちゃんがモテないだけだろ。はあ、第一お前なんで学校に来たいんだよ。ミオちゃんと遊んどけ、ミオちゃんと。だからミオちゃんは10年後に期待の人材だっつってんだろ。まったく本当に誰に似たんだか。まあいい、じゃあ今日だけ特別な。絶対兄ちゃんから離れんなよ。やったー、じゃあ早速行こう。そうしたら車乗っていくか。じゃあお前助手席乗れよ。さてと行くか。もう視聴者の、あぶねえ、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 マジで引きかけたわ今。あーぶねえ。お姉さん、ちょっと本当にもう危ないでしょ、本当。ったく、危ない危ない。よし、今度はもうちゃんと信号を守って、もう迷わねえぞ俺も。いい加減な、もう大丈夫だ。ほらほら、ちょっと待って待って待って兄ちゃんちゃんと運転してよ。すまんすまん。さあ、いつも思うんだけど、ここの学校ゆるすぎだろ。俺が車でこう登校してきても何も言わねえの。ああ、もうちょっとなんか適当に止めよう、適当に。ああもう目が回る、目が。いいや、ここで。ほら翔太行くぞ。待ってよ兄ちゃん。はあ、もうすぐテストも近いからな、ちゃんと勉強しないと。ああそれにしても南條さん今日も可愛いな。あれ、そういえばあいつがいねえな。いや、なんであいつあの席座ってんだよ。そんでなんでちょっと溶け込んでんだよあいつ。はあ、なんか授業聞いててもつまんないな。あれ、この人どっかで見たことあるような気がするな。まあでもこの回で触れたら長くなりそうだから今日はやめとこ。やあ緑のお姉ちゃん、こんにちは。あら、こんにちは。子供が一体何をしてるの。まあいいから、金渡すからさ、俺と遊んでよ。ああ、南條さんごめんごめん、こいつ俺の弟なんだ。今のは聞かなかったことにしてくれ。ほら翔太、もうまた授業始まるからな。ほら翔太、もう俺のそばから絶対離れんなよ。兄ちゃんあの人のこと好きなんだろ。声がでかい。とにかく兄ちゃんはもうテストが近いから勉強しないといけないんだよ。翔太はおとなしくしてろ。お、ここからの角度なら全部丸見えだぜ。先生、ちょっと弟の容態が悪いみたいなんで保健室に連れて行きますね。南條さん、今のはなかったことに、なかったことにしてね。あはは、あはははは。翔太、いい加減にしないと兄ちゃん怒るぞ。チェッ、わかったよ、俺もう寝とくよ。ね、寝るの早。まあいい、寝てくれてた方が俺も楽だわ。いけない、授業戻んないとな。さてと、兄ちゃんも言ったし学校探索するぞ。今日はミオちゃんもいないしな。たまにはゆっくりこうやって学校見回るのもいいよな。あんまりなんかこうやってゆっくり探索したことない気がする。へえ、これが理科室か。わ、変な骸骨。ちょっとなんか顔動いてるし。ほえー、なんだこれ。え、なにこれ気持ち悪。俺の特製のこいつを食らいな。おりゃ、ちゃちゃ。なんで自分が食らうんだよ。いや待て、おかしいだろこれ。へえ、ここは PC 教室か。そんなのあるんだ。よし、ちょっと入ってみようっと。こういうプログラミングやってるんだ、簡単だな。この子供
見た目は子供で完全に頭脳は大人だ。なんか面白いことないかな。ここの教室授業は行ってないけど、なんか男女2人がいるぞ。どれどれ、ちょっとこっそり観察しようっと。どうして分かってくれないんだ。君を幸せにできるのはこの僕しかいないんだよ。普通にキモいんだけど。何回も言ってるけど、私はあんたみたいなキザな男が本当に嫌いなの。この野郎。ちょっと何すんのよ。僕を侮辱した罰だ。たっぷり可愛がってやるよ。誰か助けて。どうしよう、僕そんなキャラじゃないんだけど。まあでも助けに行くか。おい兄ちゃん、その気持ちはよくわかるけど、その辺にしときな。子供？迷子のガキンチョか、それとも誰かの弟かな。子供には関係ない話だから引っ込んでなさい。まあまあ兄ちゃん、これちょっとあげるよ。飲んでみな。お、なんだこれは。ごくごく。何これ。ちょっとなんかすんごいいろんな意味で気持ちよくなってんだけど。お姉ちゃん、今のうちに逃げるよ。はあ、ありがとうあなた。すっかりでも夜遅くになっちゃったわね。お姉ちゃんがお家まで送ってあげるわね。大丈夫だよお姉ちゃん。それよりさ、助けてあげたんだし、僕とちょっと遊んでよ。遊ぶって、あなたもうこんな時間よ。いいからいいから。夜の職員室なんてなんだかすごくエッチな気分にならないか。あなた何言ってるの。お姉ちゃん、このデスクの前に座ってよ。こうかしら。違うよ、そうじゃなくて机の上。あー、なんだ、今日はハッピーエンドじゃないか。僕にとっていつもいつもミオちゃんとかあの猫のセバスニャンとかいうやつとかに邪魔されるけど、今日は僕完全に生き切ってるね。はあ、それにしてもなんだか眠くなってきたな。本当によろしいのですね。もうこいつのために一思いにやってくれ。セバスニャン、しっかりお灸を据えてやって。私たちは離れておくから。承知いたしました。あれ俺寝てたんじゃなかったっけ。あれ、保健室で確か可愛い JK と。やべ、逃げろ。待ちなさい、私は逃がしませんよ。ファイヤー。やべえよ、やっぱり警察まで巻き込んでるよ。逃げろ。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタンもよろしく。 Twitter とか Instagram もよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も笑顔で頑張るぞ。バイバーイ。野々村の兄さん、また尺稼ぎで僕たち二人使われてるみたいですよ。まあいいじゃないか。毎回毎回いろんなキャラが出て、主も大変だろうな。まあそれは自業自得ってやつですよ。なんか噂では明日も新キャラが出るらしいですよ。このナポリタンちょっと酸っぱ。ほう、ここに来てまだキャラを増やすんだな。でも野々村さんって、なんか主要キャラじゃないのにほぼ毎回出てないっすか。はっはっはは、私はあれだ、多様性があるからな。違いますよ、野々村のお兄さんはこうやって薬をいっぱい売ってるから、ゲームを進める上で役に立つから登場してるんですよ。どっちかっていうと野々村さんよりも薬に用があるって感じですね。大河君、もうちょっとオブラートに包んで発言してくれないかな。明日の動画も見てくれよな、バッキュン。
バキュン。